皆さんこんにちは、ワンダリケルヨシです。では、今日は This is the Police 11月29日プレイしていきたいと思います。ちょっとね、マンションの大規模修繕工事が入ってるんで、少し騒音が入ってる部分もあると思うんですが、お聞き苦しい点があったらちょっと申し訳ないです。The new curator from the mayor's office, the one in the green jacket. I need to take notes on Isaac Brommel's testimony. You remember him, paralyzed at the waist. It's 3 hours one way. I'll be stuck there until evening. So I need you to give this folder to Plunkett. Mila says that he's leaving tomorrow, flying off on some conference. So I want him to get the folder today. Okay?What do you have? I want the Jack Boyd case given special status. Oh, Lana, do you even understand what special status even means? I need access to the closed sections of the police department's archive. I need to be removed from all other cases. I need two assistants. I need support from Paulson. Lana. I need a surveillance team, a judicial order for the wiretapping of four witnesses. First of all, Emma Weinstein, and permission to search her. Lana, listen to yourself. What are you trying to achieve? Do you even understand what's waiting for you?It's one thing to drag all the witnesses through here 10 times. Plunkett is somehow tolerating that. But it's another thing to... Oh, God. If you... Why don't you do something... Something easier? More relevant. Have you looked at the papers recently, Reeves? No one's seen Jack Boyd for almost a year, and he's still on the front pages. Show me something more relevant. Oh, Lana, look, God knows. You did what you could.The asshole is already 8 months on the federal wanted list. The feds can't find him. And you, I mean, can you? You mind-fucked all your colleagues, mind-fucked everybody, one by one, through the whole police department. Plus any poor son of a bitch who ever saw him, talked to him, delivered him pizza, or checked his prostate. You went through mountains of documents, some of which you were not supposed to see, and I have always been ready to look the other way. Until you come You're not my boss, Reeves.I don't care if you looked the other way. I never asked you for help with the investigation, and I'm still not. Just give Plunkett the fucking folder and make sure he's sober enough to read it. さて、いざこざがありましたかというところだな。ホーレス、これ前回雇ったやつだな。まあちょっと帽子かぶってるっていう時点でまずこちらに振幅してない、浸水していないのは間違いないんですが、まあ二日酔いはろくなことが起きないのでリリースしましょう。クリムジ、おっとクリムジか。これ津川さんにで結構個人的にお気に入りなんですが、ついにこの日が来ました。ネプチューンの最後の誘惑2、氷削りの三三つ股槍を手に入れたんです。もちろんペーパーバッグですが、手に入っただけで満足です。家で読書したいので今日は仕事に行きません。ダイヤの6を殺したのは誰なのか確かめなきゃいけませんからね。彼は第一作目の最後で殺されたんで、その真相について一段も考えていたんです。気になって仕方ありませんってことで休みますけどいいですよねと。まあ津川さんにお世話になってるんでよしとしましょう。マスタード、今日修行前にナターシャ・デイトーンと話したんですが、夫の死にかなりのショックを受けている。誰が何と言おうとあいつはいい警官。ナターシャは今おそらく頭が混乱しているんでしょうが、彼女の言うことにも一理ある。あなたが来るまでこの署は平和でした。殉職者が出ることなんてなかった。それでまあいろいろ考えたんですが、やっぱりあの領域はごめん。警察を告げることで早死にするから。おい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 、配管工かマスタード。え、フレッチャーは。ナシさん、俺たち朝までずっと映画を見てました。地獄に吹く嵐、風かな、なんと4回も見たんです。途中で、椅子に座ったまま居眠りしちゃいましたが、あの女キャラが刀を火に投げ込むシーンでみんなが歓声を上げたので目が覚めたんです。でもあいつら一体なんで歓声を上げたんだろう。女が刀を投げ込むことは前から分かっていたので、正直俺はクタクタ。あいつらみんな今ご機嫌みたいだけど、一睡もしないでシフト終わりまで持つかな。ちょっと待ってよ、今日のシフトだいぶ弱くなったな。フレッチャーは危険だな。ガツマン、それにしてもマスタードが消えたのはでかいな。でかいっていうのは痛いっていう意味ですね。射撃の名手だったんで。すいません。さてと、
そうすると銃が撃てるのがガツマンだけ、まともに銃が使えるのがガツマンだけか、しょうがないな。まあただマグワイアも一応銃は撃てるといえば撃てるんで持たせるしかないよね。ペンギンとかも話にならないからな。ピンクのチューインガムの事件、どうする？捜査開始するにもな、警官を出さなきゃいけないんだけど、まあ、ペンギンぐらいしかいないよ。黒い箱の方は今日はいや、ムディアンしかいないよ。じゃあもう5人で回すの今日のシフトいけるのか、見極めが必要ですね。今夜フライに支配を支払わなければならない。2万ドルですね。F 欲しいの。2人の活動家が食肉処理場に連れて行かれる途中の豚を解放した。ところが腹を空かせていた豚たちは助けてくれた彼らに襲いかかったと。500も必要なの。ガツマンお前一人で行ってくれ。ですぐ戻ってきて。強盗事件、こっちの方が凶悪だな。トレント公園、 T シャツと短パンを履いた裸の、いや裸足の男が女性の財布を盗む近くの店で静かに座っている。何目的で逃げろって感じなんだけど、そしたらここは無時間に戻す。警官を急いで増やさないとな。今日は多いな自殺予告。レイプ事件の被告人が執行官の銃を奪い正当な裁判を受けられなければ自殺すると脅している。さあもう何の事件が起きても無理よ。 T シャツと短パンを着た裸足の男がベンチに座り舌を出して金を数えている。まずはここにステルスを使って忍び寄ろう。無事か。忍び寄る警官に気づいた男は逃げようとした、容疑者を威嚇射撃をするテーザー銃で撃つ。発砲能力無しかないからな。スピードのあるフォーレスで。おお、なんなんだよふざけんなよ。しょうがない、テーザー銃で撃つしかないな。無事か、仕留めてくれ。よし、フォーレス舐めてるな本当に。誘拐事件ですね。まあ、暴行事件も来てる。まず誘拐事件から見よう。白いロングドレスを着た若い女性が奇妙な服装の集団に車に押し込まれるのが目撃された。いやこれ遅れないよ、今人がいない。強侵入のですね。2人は壊れそうな木のフェンスによじ登った。下では腹を空かせた豚たちが待っている。ぶん殴ったりできないの豚って。それこそ虎に向かって発砲し豚を威嚇。スタングレネードで豚の群れに投げ込む。一番近くの豚にこれはないでしょ。だったらスタングレネード持ってない。いや持ってる、スタン持ってるでしょ。 OK だ、ガツマン。ちょっと待って、リゾートの、これはちょっと今すぐには無理だけど中身だけ見ときましょう見ときましょうだね。うちのサウナの燃料として使っている薪の件でちょっと相談したい。ある検査官が年金をもらうためにシャープウッドにやってきた。ところが退屈だったのか俺のビジネスに組み込むことにしたらしい。それで判明したんだが俺が調達している薪はものすごく必要なグリーンベルクのカシの木から切り出されたもの。いつもは針葉樹を切り倒すんだがたまにこの木を混じっているんだ。うちの作業員たちはそんなこと気にしてもいないけどなって検査官に言ってやったんだ。うちの従業員は木の専門家でもないし、いちいち木の種類に注意しながら作業していない。目の前に木の幹があればそれを倒す。それなのにあいつは罰金を払わせると脅してきた。下手したら刑務所行きだとまで言いやがった。話をできる警官あいつの元に送ってくれと。状況を説明してくれないかと。森の状態に問題はないし何かあれば警察が対処するってな。サウナに招待してくれると言われてもな、交渉能力の高い人間を送らなきゃいけないんですが今いないと。であとは暴行事件の方、老人が棚の一番上にあるボトルに手を伸ばしたが誤って落としてしまった。それは隣に座っていた女性の頭を直撃。激怒した女性はガラスの破片を掴んで老人に襲いかかった。誘拐事件の方はスルーするしかないな。被告人が拳銃を自分のこめかみに当て
誰になって公正な裁判を受ける権利があると再び言った、うん、裁判官の小槌を手に取り落ち着くよう人々に言う。法廷から人々を非難、まず判決文を読み上げるべきではと。まずは非難が最初でしょう。マグアイア、被告人は天井に向かって発砲。ダメだ、俺の裁判をちゃんと見てもらいたい。被告人を打つ。被告人のもとに駆け寄り、まず判決文を読み上げるべきでは。なんかこれ怪しいね。被告人が同意、公平な証制度ってもんが出した判決を聞いてやろうじゃないか。無罪判決が出た。有罪判決で終身刑、有罪判決で死刑だ。無罪判決が出たぞと嘘を言う。どうだ、いいね。まあ、がいいや。発砲スキルを高めてもらうしかないよ。もういないんだもん。だってスキルが高い人間が戻ってこい。あ、ちょっと事件多すぎじゃないか今日。まずヘイルズーン酒店の方から行く。425、うわ425は無理だよ。武装強盗の方は何、1260は無理。もうどう考えても無理となると、暴行事件から処理するしかない。処理できるものから処理する。誘拐事件が誤報であってほしいな。よかった、花嫁泥棒はガザフの伝統的な儀式と。ありがたい。武装強盗はどうなの。武装強盗は無理だな。1260は送れない。幼児虐待を待つしかないな。子供が大声で叫んだり泣いている人の声が聞こえる。隣人たちの苦情が入った。500、まあ、ガイア、武装強盗は無理だからな。フレッチャーは、フレッチャーのちょっと能力確認する。フレッチャー交渉能力は高い。フレッチャー行ってこい。今日こんなに事件が起きるなんて聞いてないよ。だってさ、そもそも武装強盗の1260って送れないからね。足りないから。武装強盗、犯人に逃げられ市民が死亡。しょうがないね。騒音の苦情ですね。これ1600、いや910ですね。スピーカーから恐ろしい声が大音量で聞こえていると。さて、汚い白いトレーラーハウスの窓から子供の泣き声が聞こえていく。パパやめてお願い、許してと。マグアイア、どうする。開いた窓から滑り込む。まあまずはこれだよね。警官は窓から中に滑り込んだ。トレーラーハウスの中は暗く汚れており、空になった瓶があちこちに散らばっている。痩せたむさ苦しい男が横にするベルトで小さな男の子を叩いている。ここはね、パワーはないんだけど、男を銃で撃つし、いやー、気絶させたいけど無理だな。しょうがない、銃で撃つしかないよ。死ぬなよ。よし、市民は無事。ウイスキーを見つけたと。続いてヘイルズン酒店ですね。頭に切り傷を切った大柄の女が老人を襲っているという話だね。パワーがある人間がいないからな。ま、女を撃つしかないね。無事か。ムジカは発砲スキル1あるんで大丈夫でしょう。ガハ、市民が死亡か。今日さ、事件マジで多くないか。騒音苦情910、送れないもんな。キブサソンは2人のホームレスがスクラップとして売りさばくため電波塔の支柱を解体。470、まあ、ガツマンに行ってもらうしかない。なしさん、何かあれば警察がいるから首を突っ込む必要はないってあのお宅に行ってやったと。ナイス。フレッチャーすぐ戻ってきて。で、サウナでリラックス。やったー。暑いサウナで癒し場放棄、そして美味しい食事、それはあなたに幸福とくつろぎをもたらしてくれます。ウィンターナイツリゾートで数時間を計算たっちゃ満足するでしょう。5万円するでしょう。万円するでしょう。アルコールは一切ありませんと。はあ、そうですか。いや、トレントコイ、
凶器を用いた暴行、酒に酔った女がペンナイフを持ちペンチに座ったギターを弾いていた10代の少年を脅している。あー760も無理だよ。サウナでリラックスなんて論外だ。さて、トレント公園の方から行こう。こっちの方は760、じゃあマグガイエとフォレス。騒音駆除はもう無理だからな。いやちょっとさ、マジで事件多くないか今日。こんなに事件があるって聞いてないんだけど今日。次トレーラーパーク。クランターズ夫人が友達と電話で話していると相手の背後で男の冷酷な声が聞こえた。うるせえ女だな、下でも引っ込んでやろうか、引っこ抜いてやろうか。その後後ろで何やらガタガタ音を落とし電話は切れたと。心配でたまらないと。あーこれはね多分ねテレビです。やめましょう。窃盗事件の方に行きます。その前にシャープットの電波塔のですね、2人のホームレスが両手でのこぎりで、電波塔の支柱を盗んでいこうとしてるって話ですね。まあ威嚇射撃を一発かまして、かき消されて気づいていないと。なるほど。だったらホームレスからノコギリをまずはパワーで奪う。 OK だ。まあガッツマンはパワー系のキャラに育てていくとして窃盗事件、しかもストリート、男が自宅に泥棒が入ったと言ってる犯人は娘の人形の一つだという。犯人は娘の人形の一つ、これ確実に嘘だな。嘘というかガセだな。となるとトレーラーパークの方のこっちに送りましょう。ペンナイフを持った女がよろめき中から叫んでいる。ロマンスなんて大嫌いと。スタンガンを使うって言ってもな、スタンガンをまず使って一発気絶させる。 OK だね。ウイスキー。マグガイアは発砲を徹底的に鍛える。フレッチャー、みんなが今夜も一晩中ビデオを見たいと言ってます。正直言って2夜続けて徹夜はきついかと言って断って帰ればアクション映画嫌いなめましいやつと思われる。なるほど。まあいいよ、帰りなせいだ、よくやってくれたよ。発見できませんでした、発見できませんでした。いいから戻ってきてくれ2人とも。窃盗事件の方に。これで犯人、いやムディアンとペンギンだと合わせても65か、話になんねえな。ブラックジャック、ナシさん、あなたのことは長く知りませんがどうやら信頼できる人みたいだと。ブラックジャックをしようじゃありませんかと。まあいいけどさ、暴行事件の方は暴行だね。 OK だ。これでこっちに警官をくれる。フライに小切手を送らなければならないということで送りましょう。サウナでリラックスはできなかったか、残念。ちょっとタイミングが悪かったね。もうちょっと早ければね。にしても今日の警官はきつかったな。結構ペナルティーも食らいそうですね。警察が家に着くとだらしない格好の男がドアを開けた。心配するのはどのドアにも鍵がかかってる。人形は逃げられないぞ。明らかに怯えていると。これ怪しいね。女の子に話を聞こう、まずは。いや待て待て、医者に連絡を取り男を見てもらう。まずはそっからだな。犯人に逃げられたか、くそ。いやー今日に関してはちょっと怒涛だったな。解決した事件ももちろんありますけど、取り逃がしたり市民に犠牲が出たりしたんで、マイナスのペナルティもかなり多そうですね。ブラックジャック、まあやろう。ゲーム5回勝った時点で勝ち。ああブラックジャックはルールは分かってると思うんで、どうする ?3811、いやカードをもらおうよ、もちろん。718、やめとこう。負けた、強えな、ペンキン。15もらおう。グハ
ちょっとまずいな。強えな、ペンキ。もちろんカードはもらう。もらう。やめとく。よし。まずは後部に戻そう。ペンキンに負けるわけやね。いかない、このペンキン野郎。カードもらう。もらう。ぐは。やばいな。王手をかけられるわけにはいかないんで、次は絶対に取りたいね。もらう。だー微妙だな。ちょっと待ってくれ。ペンキン強えぞ。まあ、ブラックジャックなんで負けはないでしょう。強えもんね、ペンキン。これ見ても。さて、もう一勝すれば五分に戻せるぞ。やめとこう。ペンキンがスカルのを待つ。負けたー。ペンキン強え。とはいえ金を取られたりするわけじゃないんでしょ。なんかあるわけ。ペンキン。ナシさん、一緒にカードをプレイしてくれてよかったですと。ちょっと話したいことがありまして、実はウェールズ保安官とある取り決めをしていたんで、少し給料に上乗せしてもらう代わりに署内のいろいろなことを彼に報告するというものです。ナッシュさんにも同じサービスを提供できますよ。毎週500ダラとヘロインをいただくだけで OK。 よし、ペンキン、取引しようじゃないか。で、マイナスは、うわ、がっつりマイナスしたな。18か。クレイトン。クレイトンを雇うしかない。っていうかね、雇わないと人数が少なくて話にならないんですよね。明日のシフト、ホッシーズでしょ。ガッツマンは無理だな。フラーポッツ。キンメル、ローゼンクランツ、シャイニー、アーロノビッチ、フレッチャーも出そう。クリームジー、ムジカ、黒沢。黒沢ね。ホームレスは休んでもらおう。ホームレスじゃない。ホーレス。スーパーロックにクレイトン。まあ、こんくらいかな。また1週間でね、2万ドル金貯めなきゃいけないんで。ウォーレン・ナッシュ。It's me, Jack. I have a strange question for you.How would you say your work is going? What are you talking about? I mean, I don't mean in general, just today. The work you did today, are you pleased with what you did? What kind of question is that? I'm talking about... I need to sleep, Lily. Jack, I'm not trying to... いや、リリーとジャックの間もなんかギクシャクしてるのは、まあ、もともとフィットする話ではないと思うけど。カス稼いだ数より多くの数のターブを3日連続で失うとリリーが FBI に居場所を通報せざるを得なくなる。マジかよ。稼いだ数より多くの数のターブを3日連続で失うとリリーがってことね。ってことは慎重に選択肢を選んで市民の死亡者だけは絶対に出しちゃダメだね。はい。では11月29日は一旦 これで終わりにして、次回は11月30日プレイをしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。